ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は1960年に起きた浅沼稲次郎暗殺事件を紹介していくぜ。のっけから穏やかじゃないね。暗殺って一体何があったのよ。浅沼稲次郎という名の政治家を、当時17歳の右翼少年が刃物で刺殺した事件だな。世間一般では、暗殺といえば誰にも知られずにこっそりと殺す、というような意味で広まっているが、正しくは、政治的な思想に基づいて要人を殺害する、っていう意味で、どっちかというとテロとかの概念に近いんだよね。つまり、今回の事件は本来の字義通り、暗殺の事件ってわけか。そういうことになるな。少年の動機も、この政治家が所属する政党に対する抗議だったって話だ。日本でそんな恐ろしい事件が起きるなんて、って思うけど、つい数ヶ月前に、元首相の安倍さんが政治演説中に銃撃されて亡くなったばかりだもんね。あれも本当に、今でこそニュースは下火になっているが、日本どころか世界中を震撼させた大事件だよな。まさか、先進国の中でも治安のいい国とされている日本で、あんな事件が起きるだなんてね。ただ、日本の歴史を振り返ってみれば、クーデターやラテロってのは意外と何度も起きているんだぜ。今回紹介するのも、そのうちの一つってわけだ。政治家が銃撃されて亡くなるっていうショッキングな出来事があった今だからこそ、振り返っておきたい事件だね。うむ、ではまずは事件の背景から紹介していくことにしようか。浅沼稲次郎暗殺事件は1960年10月12日、日比谷公会堂にて起きた刺殺事件だった。亡くなったのは事件の名前にもある通り、当時の日本社会党の委員長を務めていた政治家の浅沼稲次郎氏だった。どんな人だったの？その大きな体と全国をめぐって精力的に演説を続ける姿から人間機関車や演説百姓といった名で呼ばれた方だった。他にも沼さんという愛称で通っていたザ・大衆政治家って感じだな。おう、そのエピソードだけで親しみやすさとエネルギッシュさが伝わってくるね。学生戦線や安保闘争といった激動期の日本で活躍した政治家の一人だ。日本社会党に所属したのは戦後のことで、数々の要職に選出されていた中心人物であった。周りからの信頼も厚かったと。そんな浅沼氏だが、事件の日は日比谷公会堂で行われる演説会に参加していてな。この演説会は、自民党、社会党、民主党の3党がそれぞれ集って、総選挙に臨む我が党の態度、についてそれぞれが意見を述べる場だったんだ。ってことは、その先に控える総選挙に向けた、すごく大事な意見発表の場所だったってことか。会場には取材陣と大勢の聴衆が集まったが、その中には少なくない数の右翼団体が混じっていた。そして、午後3時頃に浅沼氏の演説が始まると、激しいヤジを浴びせかけたり、浅沼氏に敵対的な内容のビラを巻き始めたりして、演説どころではなくなってしまったんだ。相手の話を聞かずに一方的に騒ぎ立てたり、対話せずにその人の言い分の邪魔だけしようとするのって、本当に良くないよね。どういうわけか、いい年齢の大人に多いんだけど。それは同感だが、とはいえ当時はまだ現代よりも、こういう番外の妨害手段がまかり通っていたという背景はあるぜ。多かれ少なかれ、みんなやってやられての時代だったと。ただ、さすがに演説が遮られるほどのヤジとなってしまうと、この演説会の意味がなくなってしまう。そこで司会が、一旦静粛にしてから再開しましょう、と取り仕切ると、場内に拍手が起きて、ようやくヤジが静まった。周りの人たちもヤジや妨害には迷惑してたのね。だが、その直後、浅沼氏が演説を再開したタイミングで事件が起こった。え？当時17歳の少年があっという間に壇上に駆け上ると、手に持っていた刃渡り33センチの脇差しのような刃物で、浅沼氏に襲いかかったんだ。ええ、そんな急に。浅沼氏は左脇腹と左胸をそれぞれ刺され、その場に数歩よろめいてから倒れてしまった。この時、出血はそれほどでもなかったんだが、実際には即死に近いほどの重傷を負っていて、病院に運ばれた午後3時40分時点ですでに命はなかったという。刃物で刺されて出血がそれほどないのに即死。ああ、左脇腹に受けた傷が特に深かったんだが、死亡によって傷口が塞がれていたので、目に見える出血がそれほどなかったんだよ。しかし、実際には体内に深く潜り込んだ刃物によって大動脈が切断され、内出血が激しかったんだ。なるほど、それで出血多量で亡くなったってことね。
その後、浅沼氏を刺殺した犯人は自決を試みたものの、警官によって阻止され、その場で現行犯逮捕。当然ながら、演説会は中止という運びになった。いやでも、本当にあっという間の出来事だったね。安倍首相の銃撃事件で、SP がろくに動けなかったことを批判する世間の声も多いが、実は、選挙活動中の護衛というのはめちゃくちゃ難易度が高いことらしいんだ。守らなきゃいけない相手が思いっきり目立っちゃってるもんね。それだけならまだしも、演説を聞こうと近づいてくる人や、逆に政治家の方から人々に近づいて話しかけることもあるからな。その全員を犯人だと想定して動くことはほぼ不可能ってことだ。まあ、とはいえそれでも守るのが仕事なわけだから、それができなかったことで責められたり、処分が下ったりというのも必然ではあるわけだけどな。でもさ、それで言うと気になるのが、犯人の動機なんだよね。今回の事件も、わざわざ刃渡り33センチの刃物なんて持ち歩いていたんだから、最初から殺すつもりだったんでしょ。まあそうだな。犯人となった17歳の少年は、幼い頃より兄と共に極端な右翼活動に身を投じていた人物だった。10代の頃からそんな。特に、当時の愛国党総裁であった赤尾敏氏の思想に惚れて、わずか16歳の若さで己も入党して青年本部員となったんだが、彼の演説中にヤジを飛ばす者がいれば、殴りかかっていくほどの血気盛んな人物だった。へぇ。警官と乱闘することもあり、愛国党に入ってから半年の間に10回も検挙され、保護観察処分を受けることもあった。左派を徹底的に敵視しており、その行いを罪悪、とさえ言い放っている。考え方もかなり極端だね。事件を起こした動機についても、先導者の還元に不和雷動している一般の国民が、一人でも多く覚醒してくれればよい、と思ったとのことだ。つまり、向こうの言っていることは絶対に間違っているに決まっているし、それに賛成している奴らは騙されているから目を覚まさせてやらなきゃ、という思考だな。いくらなんでも極端すぎ。と思ったけど、現代でも意外といるよね。自分の信じている考え方が絶対に正しくて、自分と違う考え方はイコール間違った考え方、だから何を言ってもやってもよい、ってタイプの人。まあそうだな、SNS だと結構見かけるな。あとは、ネットニュースになるような一部の活動家とか。それに、なんていうか、選挙権に年齢制限があるのがよくわかるね。若者の参政権、というと、綺麗なお題目に聞こえるけどな。もちろん、まだ若くても慎重かつ冷静な判断ができる方も多いが、そうではない人だって多い。自分が好きな人、尊敬している人のことを絶対視しやすいし、そのためならばどんな行動も正当化させてしまう。大人でもたまにいるけれど、やっぱりある程度、精神的に成熟するのを待ってからの方がいいよね。ともあれ、そんな過激な思考を持つ、心身ともに幼い少年にとっての転機が訪れたのは、事件から数ヶ月前のことだった。右翼の青年が、社会党の顧問である川上丈太郎氏を刃物で刺すという事件が起こったんだ。いやどんだけ短期間でテロ起きてんのよ。幸いと言うべきか、こちらの事件では川上氏の命に別状はなく、肩を負傷するにとどまったわけだが。問題は、この事件が少年に与えた精神的な影響だった。あ、彼は事件を聞いて、こう思った。自らを犠牲にして日本の敵を倒そうとするなんて、なんてすごい人たちなんだ。とな。あちゃあ。そして、彼は同時にこうも思った。愛国心は立派だが、しかし結果として失敗している。もし自分がやるのなら、確実に殺害しなければならない。で、その数ヶ月後に本当に暗殺しちゃうんだもんね。そうだな。最初から浅沼氏をターゲットにしていたわけではなく、複数の候補の中からアプローチが可能な人物を絞った結果、一番手っ取り早かったのが浅沼氏だったというだけだそうだ。さて、当然ながら現行犯逮捕された少年だったが、当初は少年法によって実名非公開であったが、あまりの事件の重さにより、名前が公表される運びとなった。よほどの例外だったと。彼はその後、東京少年鑑別所に送られたが、後悔はしていないが償いはする、という己の言葉に従って、裁判を待たずに自殺した。シーツを裂いて縄状にしたものを天井の金網にかけて、首を吊ったとのことだ。やりきれないな。死後、右翼団体は彼を英雄視して祭り上げ、盛大な葬儀を行ったとのことだ。現在でも毎年11月2日には、彼の追悼祭が開かれている。
また、事件後には要人警護の見直しや、刃物に対する規制が強まったと言われている。見直しや規制強化とは言いつつも、結局それ以降も似たような事件って何度も起きているわけでしょ。そうだな。国を思う志、というだけなら立派なんだろうが、暴力による問答無用の排除という手段が問題だ。しかし、昨今のニュースを見る限り、この手の手段というのはいつになってもなくならないな。話し合いで平和に解決してよ、って思うんだけどね。一日も早く平和な日本、と胸を張って言える日が来ることを願いつつ、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい、っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。